アラトリステは、アルトゥーロペレスイコールレベルテ作の小説のシリーズ。これを原作とした同名の映画も制作されている。著者レベルテは1973年より、戦争ジャーナリストとして、世界各地の主要な紛争地域を取材した。1994年より、作家に転身し、数々のヒット作を出した。 レベルテがその戦場経験を大いに生かして書き上げたのが本シリーズである。1996年にスペインにてシリーズ1作目エルコ・ピートン・アラトリステが発売されるとスペイン国内にて大ヒットを記録した。第1期シリーズ5巻までがいずれもベストセラーとなり2006年には映画化された。2006年12月には第6巻が発売された。 ディエゴ・アラトリステイテ・テノーリオという傭兵の一生を、その従者であったイニゴ・バルボアが語るという体裁の冒険小説である。3巻以降はさらに、著者レベルテが、某貴族の屋敷の書庫で発見した、イニゴの手記をもとに執筆しているという形式を取っている。これまでに5巻までが日本語訳されている。この翻訳は、レトラを名乗るユニットが、作業分担によって実施したとされている。 帝国の黄金26ページによる。なお映画版のコポンスは、六ロ,ロアの戦いにも参加しているが、原作の設定では彼れば、6ロ,ロアの戦いの年には67歳となっている。アラトリスで隊長とついていない仲間たち、ありがとうございます。